ブリーチソウルカーニバル。ソウルソサイティでの数々の激闘を終えて現世と戻ってきた死神代行黒崎一護。だが大逆の党アイゼン宗助の命を受け、ウェコムントからアランカルという新たな敵が現れる。そんな中、イチゴは自分の魂に宿った内なるホローの存在に苦しめられていた。そこへ現れたのが死神とホローの力を合わせ持つバイザードの一団だった。イチゴはバイザードの平子真嗣、猿垣日和たちとの特訓を経て内なるホローの力を抑え自らのものとすることに成功する。そして久しぶりの束の間の休息を取っていたのだが、こんな真夜中にホローかよ。しゃあねえな、とっとと倒してしまいにするぜ。めんどくせえな、一匹じゃねえのかよ。まあ何匹いたって同じことだ、まとめて蹴散らしてやるぜ。ルキア？何やってんだこんな真夜中に。たわけ、私が何の理由もなく
死神の姿に戻るわけがなかろう。ホローの気配を感じたのでな、わざわざ貴様を手伝いに来てやったのだ。手伝いって、こんな雑魚ども俺一人で片付けられるっつの。まあそう言うな。私も共に行くぞ、イチゴ。ルギア、行くぞイチゴ。こいつが親玉ってわけか。楽勝だぜ。覚悟しやがれ。見せてやるぜ。負けるわけにはいかねえんだよ。ふう、やっと片付いたな。うん、ご苦労だったな、イチゴ。ネミ、さっさと帰ろうぜ。おい、ルギア、どうしたんだ？急にぼーっとして。ああ、すまない。少し思い出していたのだ。貴様と初めて出会った晩のこと。あの日からそう月日は流れていないはずなのに、随分の間貴様と共にいる気がするな。ま、いろいろあったもんな。あの日も今宵と同じく
夜空には丸い月が浮かんでいた。満月の夜か。あ、ただいま、帰ったぞ。あー、はいはい、ご苦労さん。おとなしくしておったか、コーン。おかえり、ルキア姉さん。もう、超心配したっすよ。お怪我はないですかい？おい、なんだこの太陽の差は。オロ退治なんてみんなイチゴに任せといて、姉さんは俺とまったりしておけばいいでしょうに。死神の力も戻ったのに、私だけが戦わぬわけにもいかぬのでな。そうなんすか。あ、この俺でよければいくらでも姉さんの力になるすからね。本気で行くぜ！イチゴ、この冷圧は？ああ、間違いねえ。メノスだ。町に被害が出る前にさっさと倒しちまわねえとな。分かっているとは思うが、侮るなよ。もちろんだぜ。ああ、前に俺が石田と戦ったのと同じやつだな。ヒツガヤ君が言ってたメノスのドリアン級ってやつだね。ドリアン？いや、それを言うならギリアンだろ。ドリアンってある意味攻撃力高そうだけどな。あれ？そうだっけ？危ねえから、しばらく井上は安全な場所に避難しててくれ。サクッと倒してくるからよ。うん、私も手伝う。私も黒崎君と一緒に行くよ。井上、わかった。でもあんま無茶すんじゃねえぞ。行くぜ。行くぞ。行くぜ。
あれ、なんか踏んだ。久しぶりだな、ボーイ。観音寺のおっさん、大スターが何の用だよ。悪いけど忙しいんだ。また後にしてくれよな。釣れないな、ボーイ。この私が優に手を貸してやろうというのに。え？ややこしくなるから、あんたの手助けなんていらねって。恥ずかしがらなくてもいいんだよ、ボーイ。ここは私に任せ、ユーは大船に、あ、いやいや、大船に乗ったつもりでいたまえ。いや、つうか、ぶっちゃけ邪魔だし、危ねえからついてくんな。Get this off!
黒崎、君もメノスを倒しに。ああ、やつなら僕に任せてくれないか。以前君に手柄を奪われた雪辱を晴らしたい。手柄って、あん時のお前じゃ絶対メノスに勝てなかったじゃないか。メノスは俺が倒すから、お前は他の雑魚を相手してろよ。断る。気遣っているつもりか。まるで僕が君に劣っているような言い草だな。誰もそんなこと言ってねえだろ。勝負だ黒崎。僕に勝てばあのメノスは君に譲ろう。見せてやるぜ。負けるわけにはいかねえんだよ。まだだ黒崎、勝負はこれからだ。バカ野郎、今俺らが争ってる場合かよ。どっちが強えかってことよりも、まずはメノスを倒す方が先決だろ。また君と背中合わせて戦えというのか。嫌ならいいけど俺は行くぜ。しょうがないな。急ぐぞ黒崎。てめえが言うな。急ぐぞ黒崎。前の俺とは一味違うぜ。行くぜ。僕の力見せてあげるよ。オフコース、もちろんだとも。
負けるわけにはいかねえんだよ。